はい、第4話それでね、どうしますよ。で、まずちょっと市場が勝手にできちゃってるっていう。できたの？ああ、ほら。あ、で、向こうはあとどんぐらいなんですか？整地中だよ。あ、じゃあやっぱこの工事レベルが高いやつのが早いのかな。情報技量72で、しかも工人じゃない、うん、そうなるとさ、施設をもう一個こいつには作ってもらいたいよね。作ってもらえた大工だから。まああれで、あれもやってほしいですけどね、その武器作り、うん、そっか。でもさ、うん、兵隊所、はい、兵隊所作らないとさ、いざさ、やっぱ人が足んねえよな、これじゃ。あ、兵舎？兵舎。ああ、足んない、うん、兵舎もう一個ないと守るにも攻めるにもいけないじゃん。確かに。だから兵舎作る？うん、兵舎作っちゃう。いや、俺だったらですよ、うん、彼に武器を作ってもらってですね、うん、得意を生かしてもらって、うん、で、他のやつらに兵舎を作らせますね。わかりました。そこまで差ができるような気がしないですよね、上のやつ。まだ整地中ですよ。だから整地が終わった瞬間作り上がっちゃうのかもしれないですね。そうそうそう。これで3ヶ月違うとかになったら絶対、あ、来た。あれ、これさっき断ったやつらじゃないの？違う、指針のところの。なんでね、あんな遠い山のやつをに金やんなきゃいけねえんだよ。めちゃくちゃ遠いぞ。へえ。あの左端の上でしょ。え、あれあいつじゃなかった？それ竜の入り墨のやつじゃなかった？だ、クモン竜でしょ、うん、指針でしょ。あ、そうなんだ。あ、そういうことね。死者ね、死者、うん、あんな遠くの山から何しに来たんだよ。火事場。で、このさ、兵舎っていうのはさ、うん、レベル上げできないの？あ、できない。できないね。じゃあやっぱ数を増やすしかない、うん、じゃあなんか余ってるやつをどんどん。余ってるやつは今いないね。あ、こいつ、こいつが盾を割っ、 あ、その先生に、先生しばらく、宴会開いてから絶好調ですね、うん、いや、人が足んないよね。ね、俺はやっぱ林中も、うん、酒場で働かすときいいんじゃないの、もう。はい、酒場に来んだからさ。あ、今造船所作りに行ってるの？いや、違う。これ ちなみにさ、造船所さ、これまた200円かかんのかな、これ。かかんじゃない？どうする？やるしかないからやっちゃう？途中まで作ってるからね、うん、まあでもまたこれで投与するのに、人中はやっぱ投与するのに、だから酒場で働くとかしとけばいいじゃん、うん、なんかさ、そこが心配だったら絶対みんな酒場目当てでしょ。そう。あ、ここに書いてあるじゃん、なんか、ん、この
今労働ってやったじゃん、うん、労働ってやるじゃん、ほら関連知力、あリンチュは知力も高いんじゃなかった、うん、高い。あれ整地がすげえ早く終わってね、翔慶先生。そんなことないか、気のせいだな。あいつまだ作ってる、何パーとかどうやってやったら出てくるんだろうね。あの整地が済んで、あでも42か、うん、酒場どんだけ整地ってさ先にできるんだよね。できる、木こりみたいな職業いんの。ああね、整地だけさしちゃうのもだいぶありだろうな。うん、整地にすごい時間かかってるもんな。軍師ぶりやがってますよ。うん、これなんか意味あんの？意味ないんじゃない？でも、もうだってこいつ出してる間にさ、うん、こいつが行っちゃうわけじゃないでしょ、だって。いや違うよ、自分がやりますって申し出てるんですよ、行っちゃいますよ。だからまたあれをちょっと今やってる場合じゃないからさ、うん、あいつもほらあそこにずっと停戦してるんだよ、さっきの死者も。ああまた来たのこれ、あ違うやつじゃないこれ、これもしかして、カイチ。おお、仲間になりそう。弓矢だ。ハンターが来た。うん、ついにハンターが、うん。こいつも兄弟じゃなかったっけな。さあ何回もやろうよ。何とぞ。三個の霊だよな。三個の霊。お寝た。疲れて。皇帝陛下だ。ああ皇宮の戦争に苦しんでますよ。トウモウタク寝ちゃったら。トウモウタクだな。そうそうとトウタクと混ざっちゃってる。寝ちゃったらもう何もできないな。あできないんだ。うん、あれだね、人誘うの結構体力使うの。断られるとやっぱ辛いんじゃない。心のダメージが。弊社何人持てるんだろうな。あ一個でね、うん、こいつ途中でやめ、おやべえ部長が名乗り上げたぞ。ああ今弊社今何人ぐらいになってる。141人。あ141か。もうよく考えてみろ、リンチュはさ、うん、ずっと長い付き合いだったら友人に裏切られてさ、うん、妻も奪われてさ、うん、その上だよ、仲間になってくれないかって誘ったらさ、うん、いやほんと自分ちょっと無理なんで。今のでもちょっと強かったもんな、うん、やっぱね相当。あ見て見て、リンチュ武将の元を去って、武将みたいな、そいつらがさここに来てくれればいいんだよ。来んじゃないそのうち。ああ
部署どこで旗揚げしたか見た方がいいんじゃない。あ、この黄色だ。あ、遠目に遠目の間で来たな。これでも日本道でここ乗っとるといけるな。俺も早くここ行きたいんだよね。そこを奪い捨てたってね、梁山泊。3人仲間になればもういけるような気がするんだよな。気のせいだよな、それはな。わかんないよ、こいつは本当にすぐ進めてくるな、うん、これさ、有効度とか減ってたら嫌なんだけど、こいつ、こいつのこの震源で、うん、お、やっと坂はできたんじゃない、ここが。あ、できた。まあ1ヶ月差ぐらい出んのかな。ね、全然日数とかどんぐらい経ったか分かってないけど、うん、でこいつはさ、市場で働くべき人間なんだよね、確かね。違うでしょ、これ何、学士だからそんな人間じゃねえ市場で働く人間じゃねえ、学士様、ね、じゃあ大学でだよ。ああが、なんか管理とかなんじゃないの。ここはなんだっけ。あ、これ火事場だ。どんぐらい育った火事場。お、もう線になってんじゃん。すげえじゃん。瞬殺だな。瞬殺だよ。あれ、どんぐらいだったの、ね。そしたらさ、やっぱ得意なやつにやらせると早いんだよ、うん、そしたらこれ武器できる量一気に増えるでしょ。うん、弊社が2個、火事場が2個で、もうこれでいいのかな、軍備って。まあ弊社2個じゃ足りんだろうな。弊社3個、弊社5個だ。だからこれ何個かとか決まってんの、その建てていい量。この土地の中だったら何でもいいんでしょ、うん、だったらもっと建てないとダメじゃない。そのピエトロさん結構あの、うん、ビビリなところじゃないですかやっぱ兵で圧倒するんだったら。でも火事場は今のところ全然足りてないよね、剣が。あのさ、どんだけ製造できるようになったか見れるじゃん、あの勢力図みたいな、なんだ、情報とか。あ、これこれこれ、1000になったけど生産量64か、まあ、最初がどんなもんだったか分かんないけど、結構増えたような気もするような、しないようなとりあえずこいつ違うことしてもらわなきゃダメだよ。うん、そいつもう横にあれ立てちゃうか、うん、火事場を立てちゃおう、うん、弊社を作るか。で、弊社の方が、弊社の方が大事だと思うけどね、うん、そうだね、うん、本拠の金がなくなってきてるってことは、市場の91円が少ない、うん、400円しか入ってこないの毎月。酒場の200いくらと市場の100円、100円でしょ、うん、あ、だから400円ぐらいか。あ、で、あれだったね、働かせないとね、市場情報、あれ生活ディール、人事、開発、労働、知識が役に立つとか見れるとか、今なんかどうのこうの言ってたじゃん。うん、だけど見てる暇なかったな。見てる暇なかったってなんすかねさちゃんと見てください、意味なくなっちゃうじゃないですか。
今さって言って仕切り直そうとしたけどお前が喋りかけるからまた整地しようとしてるからな今俺ここ作ったものをドンあ、来てんじゃん今それにそのことを考えつつあ、酒場で働けるやったじゃんしかも腕プシマスでバカだけどこれ男だよね女だよ女の、うん、変ななんとか娘って書いてあったもんだって本当だなんかスカートみたいな、うんうん、あれやってるあもう一人来た何とぞ。お、喜びに耐えません。うん、古代なんて読むんだろう。酒場の作り方教えてくれてよこれ。教えてやるよあたいが。一個でいいのかな。市場があるから一個でいいよな。いや酒場をいっぱい作った方が。なんで。儲かるから。儲かるんだっけ。市場が儲かるんじゃなかった酒場の方が儲かってたよ見てみなさいあれヘボいからじゃねうちの市場が460、290だよ今、うん、97っておかしいよちょっと数字的に市場のでも酒場の方が、うん、もうこうやって寄ってきてくれるからさ、うん、この斜め下にこのうん作ることによってさらなる あ、こいつまた来てんじゃんこいつ本当は仲間になりてんだよこれ関羽の関羽ずらしてっけどささっきより内側良くなったのなんて、うん、本当にあれちょっとあの女性、うん、大丈夫ですか忠誠度はいね、やっぱりねこれ最初だから酒場で働いててもらおうかそうっすねでもさ女の方が男を入れやすいみたいなさ一回おいこいつの異名なんかやべえ名前だったぞ菩提樹はいこんなん今460じゃん、うん、あんた信用できないんだけどあやっぱ一回酒盛りしないとダメなんだ、うん、まあだよこの野郎あなんかでもぶつくさ言いながら一応やってくれんのゲッ何これそうこんなイベント畑でも1個しかないからわわわわわわわあれなんじゃないの畑なくなるってことないよね、うん、減るのかあれが数字が770ある減ったかどうかも分かんないね覚えてないから、うん、ちょっとね忙しいんだよねさっきからこの、うん、いやでも話しかけるよわあ菩提樹が行けば仲間になってくれるかもしれませんよああこいつ強いよなそんな強くねえけどだってもうその菩提樹の方が強いじゃんそうああだって80万って腕力女なのに上のやつね姉子ねああこのなんかあんま働きたかさない方がいいかな あそうかもしれないそれか今ちょっとこれダメだったら宴会開こうか
ああ、でも一人であんたの力必要なんだよって、頑固だねあんたもなんかさ、はい、休憩モードがあったんだよ一人で。いや休養はダメでしょ、関係ないでしょ、その忠誠度が上がるかどうかは。酒場酒盛りですよ、忠誠度上げるの。一人しかいないよ、新しい人材とはいえだよ、うん、みんなも言っても50ぐらいしかないから、うん、で1回酒盛り50円でしょ。ああ50円だっけうん、それに10日しかかかんないから、うん、やっときゃいいんですよ。そしたらいや途中で辞めさせることもできるみたいなこと書いてなかった、この3、うん、これであいつがやる気出してくれた方がいいでしょ。でね、確かにこの時にこいつはもう宴会中止みたいなのできる。と書いてあった。に。ほらな。うん。お。おお。めっちゃ勇んでくるなこれ。臨中逃したか、勘を。つか。パッと見カグだもんなこれ強そうなやつ、あ、逃した。これで、あの防大中の姉さんにまた、うん、酒場で働いてもらって、うん、でもさ、お宝の類ってどうやって手に入れるの、店とか。あ、なんかキャラが持ってんじゃなかった。あ、持ってるやつを奪うだけなんだ、うん、地、関連地。でもあの姉子全然知力ないですよ、うん、酒場スキルは高いですけど、でも私にしかできない仕事って言っちゃってるから、うん、やってもらうしかないやる気を出してくれてるから。これで建物がもう2個できたことにより何か俺のステータスが上がるのかな。生きのいい魚があるよ。あの人気度みたいなんじゃん。ああいうの増えてんじゃない、確認しといた方がいいんじゃない。小物、総人口、人気40だったのが49になってんじゃないこれ。おお、人気100になったら少しは仲間になってくれるかもね。うん、100になったらみんな仲間になるでしょ人口も500人ぐらい増えたのかな、最初から2500人だったっけ。覚えとこうな。お、あ、俺この音楽だけ覚えてる他は忘れ去った、うん、許しがたし。ああ、みんなこの町づくりに夢中になって高級のこと忘れるからたまに挟んでもらえる。あ、じゃあそろそろ、うん、そうだね、次回。じゃあ次回もね、せめてもう一人ぐらい仲間になってほしいですよね。そうだね。